74回高松宮記念杯競輪 G1 いよいよ決勝戦を迎えます。その決勝戦の予想を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では順に紹介していきましょう。お隣は井上カールさんです。よろしくお願いします。笑顔でチャリオン。よろしくお願いします。そして八角記者です。はい、青系の八角です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さらにパンク記者です。競輪研究のパンクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は G1 の決勝戦ということで、もう豪華なスタジオをお借りしてお届けしていきたいと思います。はい、はい、さあ、そして私は MC の星野めぐみです。よろしくお願いいたします。お願いします。いよいよ明日高松宮記念杯競輪決勝戦ということになりますので、その予想、まずはメンバーから見ていきましょう。はい、1番福井脇本裕太選手からご覧の9選手での対戦となっていきます。さあ、カールさん、はい、本当に豪華なメンバー揃いましたね。そうですよね、これ本当に、ね、自力型ばっかりやもんね。そうですよね、佐藤君だけやもんね。確かに、みんな動ける、ね、あとみんな縦の足あるね、選手ばっかりですもんね。その中でもやっぱり脇本選手、違いますよね。今節ね、ちょっと違うよな。まあ、みんな 200m 走ってるんですけど、はい、連日脇本君だけ 250m 走ってるというね。そう、もう中盤が走って幕に最後のね、1着という。すごい分かりやすい表現。そうなんです。確かにね、うん。いや、あれを見せられるとね、パンク記者。あんなとこから行けるんだと思ったら、ね、決勝戦も勝てないですよね、うん、あの走りされたら、はい、うん、そうですよね。そんな中でも皆さんにはちょっと穴目も一緒に出していただこうと思いますので、はい、うん、はい、ではまずはカオルさんから見解を伺っていきましょう。はい、はい、これ出すんですかね、はい、じゃこれ出していただいて、はい、カオルさんはの最終バックも一緒に、ね、紹介をお願いします。自分の中ではね、新山君も先行かなと思ったんですけども、先行してもね、佐藤君、自分が出るだけの力ないんで、そういうことを考えれば、ね、松井君、今節絶好調ですから、松井君の先行でっていう形になりますよね。うん、で、郡司君が満点。で、その後ろにね、これ松浦君と山田君がライン組んだということで、はい、その後ろ回ってるんじゃないかなと。今、はい、新田君が一発狙いの競争ということでね。うん、まあ、で、最終的には、脇本君が、はい、連日ごとく、ね、ああいう競争なんて 250m を走るんじゃないかなと、うん、はい、大外でも届くんじゃないかと。そうですね、うん、でメモ言うかね、はい、1771ですね。もうここも本線ですね、はい、で3着ももう2番と8番、はい、もうこれだけでいいんじゃないかなと思います。郡司選手と早川選手も、はい、そうですね、大決着、はい、であとまあ穴目は番手のね、松井君調子ですから番手の、うん、郡司君からその後ろですね、5番、4番っていうのは穴目かなと思いますよね、うん、はい、はい、2から4号というところで、うん、ちょっと近畿が入ってこなかったら、そうですね、良さそうですよね、はい、そうですね、うん、うん、はい、カオルさんにはご覧の通り挙げていただきました。では続いて八角記者お願いします。はい、じゃじゃん、私はこちらですね。まず周回最終バックの方の予想は、私は主導権最終的に取っていくのは、まあ、新山選手なのかなといった予想で、まあ、後ろには、まあ、中段いそうな松浦選手のライン、さらには、まあ、後方から松井光雄選手、そして大外を、まあ、近畿3社がこうどんどんまくり合戦になっていきそうな展開を予想しています。で、フォーカスなんですけれども、私はもう地元の古性優作選手を1着に予想しました。まあ、今通算299勝っていうところで、まあ、それこそ初戦はまあ落車からのスタートでしたけれども、やっぱ大一番強さを持ってるので、ここはもう脇本選手の番手から勢いをもらって最後地元でグイッといった、予想をしています。で、2着は138ですね、脇本選手、さらには新山選手に乗れる、佐藤慎太郎選手、そして、8番の稲川翔選手のあたりも突っ込んでくるんじゃないかなと思います。で、3着は、まあ、ちょっとこの138にプラスして、まあ、郡司選手、さらには、まあ、中段まくってきそうな松浦選手を、はい、入れてみたいと思います、うん、はい、で、穴目は、まあ、もう本当新山選手の先行はかなり本当に強いので、まあ、新山選手からこう一気に佐藤慎太郎選手が番手有利にこう最後差し込んで、あとは3着に新山選手が逃げ粘るといった穴目予想をしたいと思います。はい、
まくりがあったらバシッと止めて、はいね、仕事もね、して、うん、それでちゃんと直線突っ込んでくるといった佐藤慎太郎選手のそういったね走りもちょっとあるのかなと思います。はい、では続いてパンコ記者お願いします。はい、お願いします。はい、僕は、最終バック、松井選手の選考で、やっぱり脇本選手に勝つんなら番手まくりしかないんですよね、今現状。うん、ただ2社っていうのが難しいところで、想定ではまあ松井選手先行で、番手から郡司選手が出ていくんじゃないかなと。で2社なんであんまり早く出ちゃうと後ろから食われてしまうっていうのもあるんで、ここがバッチリ決まるかなっていうのがちょっとね、どうかというところがあるんで、うん、やっぱり脇本選手がその上、行っちゃうんじゃないかなっていうところで、脇本選手から、郡司選手、まあ、番手から郡司選手出た時の2着。で、まあ、そのまますんなりまくり切っちゃって、古書選手ついてくるというところと、はい、あとおそらく、まあ、中段で、松浦選手、山田洋平選手いると思うんで、松浦選手に乗る山田選手を2着に、この3人ですね、2着入れてみました。はい。で、3着にもその3人、7、4と、あと松浦選手というところで、ここが、まあ、本命で挙げさせていただきました。はい。で、あとは穴で、番手から、まあ、郡司選手が出て、で、後ろに、松浦選手、山田選手、一緒に、まあ、乗っかってきちゃって、うん、で、ここでの決着。2から、まあ、4号の折り返しと、ここは穴で狙いたいですね。はい、はい、そこカオルさんと一緒ですね、穴目、2からの4号、うん、そうですね、うん、これも松井君にね、乗りますからね、うん、うん、まあ、こうですね、怪我明けですけども、このね、3日間見れても強いよね、うん、はい、そうですよね、はい、ここはあの、ね、郡司選手というところね、挙げていただいています、うん、そして私も挙げていきましょう、はい、私はここは新山選手の先行で、松井選手がいい位置にいるんじゃないかというところ、うん、でやっぱり脇本選手の巻き返しっていうのは絶対必要だと思うので、まずは1番から、はい、17軸に3着823というところあります。そして穴目は郡司選手ですよね。どうしてもやっぱり郡司選手外せないかなというのと、ね、うん、ここ松井選手3番手1取って、うん、古性選手が仕掛ける前に出てしまえば、あと郡司選手伸びてくると思うので、うん、はい、2から5、4、その後ろにちょっと松浦選手ラインがいそうなので、うん、2から5、4で狙ってみたいと思います。はい、なんか皆さん見てると先行するところがちょっと松井選手なのか、ね、あとは新山選手なのかっていうところでちょっと分かれてますよね、うん、ね、これ意外とね、松井君前取るかもしれないよ。そうなったらね、面白いかなと思います、はい。また展開も変わってきます、ね。変わってくるもんね。うん、ね、脇本選手相手に別戦、ちょっとあのシリーズ見てても、みんなちょっと苦戦っていうか、いろいろ考えてはいるんですけど、なかなか脇本選手の攻略、法が、ね、はい、まだ見つかっていないと。いや、本当ね、このメンバーの中で、本当、これ、今回見てたら、うん、松井君調子いいなと思ったな。まあ、脇本君も強いですけど、うん、はい。自力型で、その他の自力型で強いなと感じたのは、松井君ね、うん、はい。今日、勝利者インタビューでもね、本当、力出し切ったような表情してますもんね。うん、そうそうそう、目開けられへんかったもんね。そうそうそう。あれ、わかるわ。わかるわかる。わかる。もう出し切ったらね、目開ける力がもうなくなってくる。そうそう、わかる。うん。一日で回復するもんなんですか？まあまあ、はい、はい。じゃあ、しっかり明日は、最終日ね。うん、ね、うん。まあ、人気はやっぱり、キンキしてくると思うんですけども、ちょっと穴目も。ね。まあ、古性君頑張ってほしいですけどね。うん、まあ、正直ね、この、古性君の今回の走り見てたら、ちょっといつもより、ちょっと、こうね、初日の、落車もあったんですけど、はい、古性君でね、落車そんなしてないんですよ。バランスいいですね。だからそのダメージは確かにあると思う。うん、この、はい。見方見てましても、それは感じた。うん。そうですね。じゃ
さあ皆さんの予想はいかがでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。それではこの辺でお別れの時間が近づいてまいりました。カオルさん、そして八角記者、パンク記者、ありがとうございました。どうもありがとうございました。では最後に決めポーズやりましょう。はい、はい、明日の高松の宮記念杯競輪決勝、ご一緒に取りまくり、取りまくり、ちょっとそろわなかった当てます、はい。